はい、ということでどうもエルサです。そうだね、今回家ができましたね。ちょっとハガキも届いてるけど、ハッピーホームアカデミー島海母空見上げ飛行機雲の奇跡おい思い馳せるは我が子の角で、はい。さあ、手紙もらったんだけど、早速開けてみましょう。木製のミニテーブル。ふむふむ。で、こっちは開ける。オレンジ。ほう。で、多分ね、見てもらうと、ね、めちゃくちゃ変わってると思うんで、前回に比べると。結構一日でいろいろ、たり、釣りしたりとかしてたらかなりいい感じに、進んだので。まあ、っていうか、めちゃくちゃ手に入った感じはね、こんな感じで、虫とか、全部いろいろ置いてます。一番びっくりしたのは、これかな？これ。こうすると、はい、鮭がね、見つかるという感じで。あとは、マイルポイントの機能で、このショートカットを拡張しました。あと、やったこととしては、まあ、家のアップデート。あと、DIY で作れるものの強化というか、増やした、枠を増やしたっていう感じですね。いや、結構ね、いろいろと、釣れたので、よかったなと。虫も結構捕まりましたね、そういう意味では。なんでね、また今日ものんびりやっていきたいなと。で、早速、家の中一回探索しますか。ほぼほぼゴミ屋敷なんで。ほとんど本当にゴミ屋敷なんで、一回家の中をちょっと探索しちゃいましょう。いやーね、荷物が本当ね。おー、マイホームの完成おめでとうございます。快適な暮らしのアドバイス。はいはい。電気のオンオフ、模様替え、収納。ほうほうほう。はい、お部屋ってね。収納と。すごい輪が流れてるけど、あとは、機能として言うと、もう一つ、ちょっと、ですね。一応、もう一つ、新しい機能を開放してて、マイデザイン。で、まあ、タヌポータルと連携もちろんなんですが、プロの方が入ったので、洋服が作れるようになりました。なんで、洋服は、ちょっとね、後日ね、作ってあげようかなと思いますんで、そちらもちょっと楽しみに。ただ、今回はまず家だね。さあ、ということで、片付けました。ちょっとレアっぽそうなやつだけね、虹色クワガタ、熊の実、鮭を用意します。ね、ちょっとね、余った、っていうか、ダブってたのもいたんで、ちょっとそれは売りに行こうかなと。いや、だいぶね、家の前もこんな感じで。ね、今、虫網とかほとんど持ってないんで、ちょっと DIY がてら。まあ結構ね、周りをね。おうちを持つ人が増えるのに合わせてお店を構えるのは賛成なんだ。キャンプ場の下で回してしまうとおうちを建てなくなってしまう。本末転倒なんだもん。うまいことやってちょうだい。なんかすごいブラックな発言を聞いた気がする。どうもどうも。
おじいちゃんと立ってるよ。うん、立ってたね。そうだね、だいぶ広くなったからね。あ、そうだね。ほいほい。なんじゃそれ。お前定期券会員さんのお家を評価してアドバイスをお届けしたり、あの簡単に言うと君後手が多いね。まあなんかもらえるんだね。あ、そっか。はい、そうだね。はーい。お、何もらえるの？なんとなんと。お、マイル旅行券もらえるんだ。へー。ほう。そうだね、いろいろ手に入るのありがたいね。おーい、ありがとう。ありがとうございます。ちょっと相談したいことありまして、聞いてあげよう。はいはいはい。あー、やっぱお店建てるための準備手伝うのか。そうだね、回転増えるのはいいことだね。お願いなのですが、いや、岩から取る材料を集めて提供していただけないでしょうか。そうだね、了解。謝礼か。うん、しょうがねえな。オッケー。木材、硬い木材、柔らかい木材。ちょっと待った、30本と鉄鉱石30本でかくね。はあ、わかった。じゃあ、いきますか。ちなみに僕のは緑色ですね。緑のチャーター機でいっちゃいましょう。そういえばなんだかんだここに入るのは初めてな気がするな。こっち側こういう観葉植物があって、入り口。これは郵便庫。世界につながる空の玄関です。エルザレット飛行場。エルザレット飛行場にへようこそ。あー。エルザレ飛行場。なるほどね。あ、私は。私の笑顔を運ぶ最上級の安心の翼、堂々エアライアンズ地上職員モーリーです。どうぞよろしく。堂々、あれ、あ、違う、言っちゃはドゥードゥだね。友達の島やツアーにお遊び行ったり、この島やお友達を招待するときは当飛行場をご利用くださいませ。それから当飛行場では郵便のサービスをご利用いただきますと。お飲みお出しになりたいときはお客様から向かって右側にありますカードスタンドでカードを選びください。ところでお客様はエルザ様ですね。何か小さな島ですから、住民の皆さん顔と名前を覚えるぐらいは朝飯前ですと。そうだね、僕覚えてもらわないと困るね。社長よりマイル旅行券をお預かりしております。マイル旅行券利用されて一言お出かけしたいと申してくださいませ。ということでエルザ様、早速利用されますか。うん、行こう。お出かけしたい。ラジャン。ラジャン。エルザ産業のマイル旅行券をお預かりしてますので、こちらもお使いくださいませ。マイル旅行券を使うと。はいはい。ラジャン。では、今回、谷吉さんからお預かりしているチケット、このまま頂戴いたします。
早速診察していただこうと思いますが、心と道具の準備はよろしいですか。そうだね、行こう。はい、受けたまりました。セーブしています。電源ボタンさらないでください。毎回セーブ入るんだね。堂々の売ってる姿が可愛いな。キャプテンロビー、キャプテンロビー、フライトよろしくどうぞコピー。では、レイフライト、グッドラック。おお、ダル。飛んでるね。堂々飛べないんだけどね。めっちゃ雨。さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。プレゼントはこのツアーのご参加を始めたと思いますので軽くご説明しておきますが、この島で見つけたザルや生き物は自由にお持ち帰りいただいて構いません。おー、いいんだ、制限はないんだね。道具を持ってペンを忘れたり壊れてしまっても大丈夫。マイルと交換でお求めいただきます。マイルかマイルかマイルか。ただし一つだけお気をつけていただきたいんですが、この島に何か置いて帰ってしまった場合二度と取り戻ってくることはありません。くれぐれも大事なものは常に置き忘れてされないよう持ち物の管理にお気をつけくださいね。まあさてこんなところでしょうか。私はここで待機していますからお帰りの際、道具が必要な場合にはいつでも声をかけてくださいね。グッドラック。かっけえな、お前の声かっけえな。おーすごい。あちゃちゃ、とりあえず単純にちょっとね一回アイテムしまいたい。これは DIY 何か作ろうかな。ああ作れるんだね。これは黄色い菊。これは白い菊。なんかカンガルーがいる。ちょいちょいアイテム取ったら行こうかな。さんに話しかける前に、おお、あ、カタツムリがいた。どうやって行くんだ。こっちから行けないよね。さっきの道をぐるって回る感じか。まあ、とりあえずちょっと行って。夜だね、宿狩りはね。さささささ、ぐるーっと、ぐるーっと。あー、セミいたー。あ、でも結構狭い島だね。めちゃくちゃセミ苦手。マジで。お、どうも。こっちから話しかけよう。めっちゃ目がキラキラしてる。おマリア様。まあ、こんなところで人と会うなんて、なんだか運命を感じちゃいますね。私の名前はマリアです。一人旅でここまで来ちゃったので、話しかけてくれてとっても嬉しかった。あ、私ばかり喋っちゃった。パンをお食べなさい。もしよかったらお名前教えてくれますか。エルザレットから来たエルザさんですね。普段こうしたアイカンドのプロデューに感謝しを込めます。滞在中、仲良くしてくださいね。誘えないのかな。難しい日々に暮らしたくなって、ゆったりすると楽しませる時間は心の選択にもってこいです。最近私たちと住んでる島では、暮らしもちょっとマンネリ化してきちゃって、買ってきたところだったんですのよ。うちの島に来てみる？来いよ。来い来い。そう。いい本当にいいでしょうか。さっきお伺いしたエルザレットをまさか誘っていただけるなんて。いや、結構ね、可愛いよね、この子ね。
私何かとかとっても嬉しいです。まるで夢を見ているようなゲームです。めっちゃくどいてる気がするな。あたからすだなんて言わないでくださいね。いいのよ、大丈夫だよ。うふ、それが出たんです。早速自己紹介で始めなくちゃ。急に忙しくなりそうですと。それで、なるほど。移住の手続きは悪魔のたぬき地という方に連絡するんですか。忘れないうちにやらなきゃですね。いいのよ。そう、あのね、借金取りからね。おう、こんな感じで。ここちょっとついたりな。タイヤかい。タイヤか。また新しいの思いついた。結構タイヤとかね。あ、また並ぶ。見ないで、見ないで。すっげえじって見られたな。い、持ってきたぜ。お、みんなにしてんだ。提供します。どうぞどうぞ。答えもください。柔らかな素材を30本ずついただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。ありがとうございます。これでお店の建設も今日あと一息のところまで足りる。あと一息。宴のキャンドル、両方とワーフリースを受け取ってください。お、はいはい。あれ、残りって何。お店建設の件、もちろん順に皆さんにお願いしております。何が必要なんだっけ。30本鉄鉱石、鉱石か、鉄鉱石か。これは今使えない。これも今使えない。これか、パワーフリース。おお、でもこっちの方が好きだな。ってことは、斧でどうにかするのか。スコップ作れないしね。しょぼいスコップとか作れたら本当楽なんだろうけど。鉄鉱石30。それはダメ。あー、あ、知らせた。お、教えて教えて。ありがとう。あ、これで薬が手に入るのね。ふむふむ。トゥトゥッ。結構ね、効果音ないんで自分で言わないとね。そしたらとりあえず今回はここまでにしとこうかな。木材集めうまくいったしね。次回は石集めしていこっかな。そうそう、石を集めるっつってもさ、だとしても、あ、そうだ、確認だけしておきたいな。例の確認。あ、お腹折れた。
で、とりあえずマイル旅行券って言ってるけど、マイルでしか行けないのかだよね、問題は。まあ、言うぐらいだからね。お出かけしたい。じゃあ、ね、はい。チケットがないとそもそもダメっていうことか。じゃあ、まあ、とりあえず今回ここまでにしましょうか。まあ、なんだかんだね、だったんで。いやー、蜂に刺されまくったな。まあ、次回は鉄鉱石集めしながらか、集まってる状態からスタートしたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。まあ、そのうち、皆さんのところにも行きたいなと思ってますので、ぜひ交流しましょう。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。